はい、スーダンブランです。レイヤーです。今日は熊本の阿蘇山に登ってきました。日本百名山の一つで、まあ、阿蘇五岳といってですね、その中の2つ最高峰の、高岳と中岳というところに登ってきました。最初の方は結構風が強くて、暴風でですね、取れてるかどうかちょっと心配なところもあるんですけども、まあ、音量をですね調節しながらどうか見てやってください。今回の登山の見どころを一言で言うとどこですか？いい飲食店が見つかりましたね。いい飲食店、阿蘇で、阿蘇山の中でね、中でありますね。店長がね優しいところですね。というわけで見どころはいい飲食店です。どうか最後までよろしくお願いします。お願いします。おはようございます。今日はですね、日本百名山の一つ阿蘇山に登っていきたいと思います。前回レイヤーと一緒に烏帽子岳と木島岳登ったんですけど、今回は高岳と中岳、阿蘇山の最高峰に登りたいと思います。今これなんていうんか、山上駐車場っていうんかな、阿蘇の阿蘇山上駐車場っていうところに来て、これから登っていきたいと思います。はい、今回はですね、現在地っていう駐車場から、火口を見て砂千里ヶ浜を経由して中岳高岳の方に行きたいと思います。はい、では早速行ってみましょう。今日は風がね半端ないね。半端ない、うん。はい、駐車場の料金所が出てきました。ここまで車で来れますね。火口を見る観光の方とかはここまで、まあ、800円で駐車ができますので車で来れます。さあ爆風で、あーやばい、また来た撮り始めたら、まあ、でも今日はねこのコッツーのマイクがあるので、これでなんとか声は入ってると思います。入ってなかったらちょっとねコッツーに言わないか。いやでも全然違うと思うけどね。違うかな、うん、まあもらいもんやけど苦情は言っとこうか、入ってなかったらさあこんな感じでね、今日はどんな動画になるのか全く未知数ですが撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。風が収まった。はい、砂千里ヶ浜の方まで来ました。右手の方に行くと、中岳のコースなんですけども、まず左に行って火口を見ましょうね。こっちに中岳の火口がね、今日全然やね、あの噴煙が全然モクモクしてない。おー出てきた出てきた、急に出てきた。一発やん。モクモクじゃないね、一発やん。スカシッペみたいに出てきたぞ。いらん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 、そこまでは、そこまでではない、全然そこまでではない。強いので降りて中岳の方に行きましょう。虫がね、火口に飛んできそうなので早めに退散して中岳の方に行きましょう。撮影は続行しますか？しましょう。撮影は続行しましょう。さあまた砂千里ヶ浜の方に戻ってきましたけども、火口はね半端じゃなかったです。風が風しかないやろ半端ないものは。あ、まあ、大自然も半端なかったけど、風やね、やっぱ。火口のあの自然もすごかったんですけど。一応ね、ここね、なんか火星みたいって言われることも多い。砂千里ヶ浜は。あ、やっぱ木星の方が近い。まあ、ちょっとやばいな。これレイヤーのボケが全部拾えてない可能性が高いよね。うわ、ちょっと待って、これさ、風強いけん。なんかジャリジャリになる。今もジャリジャリ。うん、ああ向こうもすごいね。ああかもしれんね、手ぬぐいで。やばいな、このジャリが、ジャリジャリ感。このジャリジャリ感ちょっと金星な感じもする。金星のジャリジャリにはかなわんか。はい、レイヤーのボケはね、全部テロップでお送りしておりますけども。
あ、火星から見た月ぐらいの感じよね。おい、スターウォーズ感ある。あー、確かにスターウォーズエピソード6ぐらい6ぐらいの感覚やな。5寄りの6ぐらいの感覚。うわ、すごいね、ここ。いや、すごいよ。ちょっとこの木道。あ、写真、フォトジェニックよ。これです。この木道を、まあ、ずっと歩いていくような感じですね。中岳は、あっちの方に見えてます。中岳を見ながらぐるっと登っていくような感じです。あ、カメラマン、いいですね。レイヤーはね、カメラが好きなので。バシバシ撮ってます。これね、いい写真撮れるんじゃないですかね。フォトジェニックやな。どう？柔らかい。砂浜。砂浜やね。砂千里ヶ浜っていうぐらいやけん。ここが火山高原らしいですね。はい。まあ、マグマとかの影響で植物が育たないと思います。火星の皆さん、よろしくお願いします。誰か、こんなとこでもちゃんと石積みしてあるよ。すごいね、石積み職人は。お願いします。すごいね、やっぱこういうとこでも石積みするんやね。うん、あ、違う違う、甲子園じゃねえ、甲子園じゃないよ、ここ。違うか、違うわ。負けたと思った。いや、まだまだまだ、自然に負けた。正面に見えてるのが、中岳と、あと途中に南岳っていうのがあります。南岳行ってから中岳の方まで行きたいと思いますので、こっからだいたい40分ぐらいやね、南岳まで登っていきましょう。レイヤーさん、正面をご覧ください。山の上の方にスフィンクスみたいなのありますね。ほら、真ん中、あの出っ張りと、そっちの出っ張りの真ん中に、はいはいはい、スフィンクスっぽいやつありますね。ぽいやつです。名前はない。ぽいやつです。で、その左側かな、あれが、南岳。わしがこう、羽を広げたようにも見えるやん。見える。そう、そういう感じで、わしが羽を広げたように見える。ぽいだけです。ぽいだけ。ぽいだけです。ここ地層がすごいね。何層にもなって。阿蘇のミルフィーユや。これが阿蘇のミルフィーユや。ここはね、岩がゴツゴツ系で非常に歩きにくいですね。で、正面、もう、見えてるのは南岳の方になりますね。よいしょよいしょよいしょ。やっと風が止んでくれた。いや、地層がいいね、ここは。本当に阿蘇のミルフィーユという感じで。どう？何か、いつの時代とかそういうのは年代を感じる。感じる。具体的なやつはなく感じるの。俺も見ただけで感じるわ。10年、20年。いや、もっとやろ。奥とか、万とか奥の単位やろ。いや、こっち側来たら全然風がなくていいね。全然違う。全然違う。そよ風やん。ちょっとね、ここから急登になってくるような感じで、あ、道が分かりにくいのか。南岳、南岳。うん。あ、矢印がね、こんな感じであるんですね。お、行動食。何食べようとそれ。あの有名なピーナッツ大根。ピーナッツ大根。ピーナッツ大根ね。太鼓の形。知らんな。聞いたことないけどね。まあ、移動食も大事なので。京都。京都な。伊藤県。へえ。行動しながらね、栄養補給。あ、ありがとう。京都府民。京都府民であり、京都市民でもあります。おいしい。好きなものを食べたい。さあ、このガレバはね、きついですね。うん。まあ、はっきり言って、全く疲労ないです、私。うわ、出た。はい。行こうと思ったよ。宝満山で鍛えまくってるので。やっぱり？はい。全く疲労ないです。よいしょ。
ちょっと待って、休憩しよう。あ、休憩しよう。そう、烏帽子岳と木島岳。阿蘇五岳、違う。阿蘇五岳の二つが見えてますね。ちなみに今9月です。いや、言おうと思ったけど。それ違うよ。それ南岳じゃないよ。泊まれ岳。あ、書いてあるね。泊まれ岳。さあ、泊まれ岳山頂の方に来ました。ここからはね、景色がいいみたいですね。下の方からも見えとったもんね。ああ、そういうことね。これ以上行くなよってね。あ、本当だ。落ちたら危ないね。うん。ああ、ここも景色が綺麗やね。こっち村の方ってなんていうとこなんやろうね。阿蘇の。うん。すごく景色がいいですね。北川村か？北川村。ああ、ほんとやん。めっちゃ綺麗に見えるね、河口。なんかさ、やっぱ、河口の近くやったけんか、最初ちょっと喉痛かったんよね。うわ、やられとるやん。うん、なんか、酸化硫黄、硫化硫黄かなんか書いてあったんやけど、やっぱ喉痛くなるね。マスクしてくださいってね。うん。あと、ゴーグルもした方がいいですみたいな書いてあったけん。自己責任でお願いしますっていう風に。あ、ヘルメットも。猫だけが、この角度から初めて見たわ。うん。あ、こっち雲多いね。なんか、雲海みたいな。もうちょっと高いとこから見たら綺麗そうやけど。南岳の方行こうか。あ、そうや、上や。はい、ありそう。いや、行こうよ。はい、南岳の方に到着しました。ここは眺望が綺麗なんかな。まさかこれが山頂看板じゃないよね。上行ってみようか。あ、それです。違うやろ。上の方行ったらあると思います。景色もね、綺麗そうやし、あの、猫岳が見えるっていうのがいいよね、ここから。あれいいわ。うん。なんか中国の山みたいな。中国の。うん。はい、登ってきました。南岳ですね。山頂に着きました。おー、取れるんかい、それ。あ、俺取るん？あ、はぁはぁはぁ。いやいや、着きましたね、南岳。最初の、ピークです。あ、めっちゃ景色いいやん、ここ。すごいね。うわ。うわ、すごい。わからん、わからん。わあ、ほんと、360度。全部見えるわ。あっちは祖母の方かな。祖母。うん。猫だけすご、この角度マジですごいね。で、今から行く、高岳、中岳方面。あ、標高も書いてあるやん。標高が1496メートル。そこそこの高さですね。よし、南岳も堪能できましたので、次は中岳ですね。中岳は近いよ。うん。もうなんか、この稜線を歩いていくような感じで。うん。あ、正面に見えとるのが中岳かな。本当だ。あー、砂千里もね、河口も。あ、ここ見て。あれ、これ全部見えるんじゃない？あ、そう、五岳が。ほら、正面の烏帽子やろ。で、木島、高岳、猫岳。うん。全部見えとやん。しかも祖母まで。あれ多分祖母と思う。いや、着いた。あれが中岳や。はい、中岳着きました。標高が1506メートル。いやー、景色がいいね、中岳から。中岳越しの河口。うわー、あ、そこちょっと丘みたいになったでしょ。あれが、東展望台かな、河口の。うん。うわー、マジで絶景や。ここにね、阿蘇の外輪全部見えるもんね。すごいなぁ。この阿蘇五岳だけじゃなくて周りまで全部見えるっていうのがね、絶景です。はい、これから向かう高岳が阿蘇最高峰です。
標高がね、なんか語呂合わせがあって、肥後の国っていうらしいんよ。1592、1592メートルかな？らしいですよ。はい、分岐にやってきました。ここがね、避難小屋か。月見小屋？避難小屋の月見小屋と山頂の分岐です。もうね、説明も聞かずに登っていってますけど。さらに奥の方にね、まだ天狗の舞台っていうところもあるんよ。そっちまで行って、うん、ぐるっと月見小屋周回して帰ってくることもできる。まあ、とりあえず山頂まで行って考えようか。もうちょっとや。あそこで、休憩しとう人もおるけん。もう少しで着きます。山頂は来ます。はい、ちょうど3時間ですね。始まって3時間で、高岳の方に着きました。まあ、ゆっくり来たしね。おお、めっちゃ疲労が。はい、標高はさっきも言ったんですけど、肥後の国で、1592メートル。ここが阿蘇山の最高峰になります。あ、本当だ。ちっちゃい看板もありますね。これで、まあ、日本百名山の一つ、阿蘇山を、クリアできたということになっております。感想は？いや、もう、ぜひ百名山に入れてあげてほしい。じゃあ、入っとるんよ。百名山に入っとるんよ、ここは。うん。そこないと思ってみる。いやいや、入っとるよ。もう決まっとるよ、ガチガチに。申請方法多分、調べとって。入っとるんやって。はい、最高峰高岳の方に着きましたけど、やっぱり風が強いので、退散します。景色はこんな感じでね、本当に素晴らしいんですけども、風がやばい。ここはすごい雲が流れていって、よし、じゃあ行きます。これからね、さらに奥の方に進んで、天狗の舞台っていうのが、ね、正面の方に見えてるので、天狗の舞台まで行って、月見小屋周回コースで帰りましょう。はい、ではまずはどんくらいやろ、20分くらいかな、天狗の舞台まで行きます。正面に見えたやつ、米塚かな、ポコってなったやつ。前なんか米塚見えたよね。いやー、なんか違うような気がする。もっと綺麗で可愛かったもんね。あれだ、低山界の橋本環奈って言ったわ。プリティやったわ。何、なんかいっぱい人が集まっとうけど、なんか見えるよ。わあ、景色がいいのか、ここ。バカ尾根。うわ、ほんと、バカだ、これ。バカな尾根やん、これ。ああ、見えるね、ずっとコースが。潜水鏡の方ですね。うわ、これきついわ。ああ、潜水鏡の分岐書いてあるわ。さあ、分岐からまだまっすぐ。あと15分くらいやね。さあ、なんか看板が出てきましたね。いや、何も書いてない。何も書いてない。読める。わあ、ラピュタ、ラピュタのワンシーンや、これ。ムスカだ。人が？神のようだ。うわ。こんなんやったん、阿蘇の裏側って。中国みたい。あ、結構天狗の舞台の上も人おるんやね。おるおる。え、違う、見えんぞ。違うんかな、あの平らなとこやろ。いや、鳥やん。鳥がおる。あ、ただの岩、鳥でもないわ。そうよね。うん、ただの岩やった。はい、これが天狗の舞台の真下ですね。遠くから見たらでかかったけど、意外と近くまで来れるよね。あっちから見たらね、結構遠いなと思ったけど。そうね。まあ、こっちから向こう見ても遠いし。わあ、こう見てもすごいな、やっぱり。あ、ほら、下に見えとうやん、小屋が。あそこで飯食おうか。あれが月見小屋ですね。看板が出て、うん、あ、さっきのおっちゃんも言ったね、東方って。うん。で、あと、向こうに書いてあるのが、こっちが行き止まり、こっちが高岳で、さらにその奥に、行き止まりがあると。うん、デッドエンドって書いてあるね。行き止まりってそういうこと？そういう風に書くん？
はい、なんか天狗の舞台の上に行けそうですね。行ってみます。景色がいいんやろうね。あー、綺麗綺麗。やっぱ遠近感がね、どうしてもちょっとわからんね。あんなに遠く見えるのに実際はね、そこまで遠くなかったもんね。うん、もうそっちじゃないね。もうとりあえず飯食いたいし、小屋の方行こうか。そっちよ。舞台の方に一回。そう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 。矢印が書いてある。あの、正面に見えた小屋ね。あそこまで行ってね。でも風もちょっとよけれそうな感じやもんね。飯を食おう。腹減った。いや、着きました、着きました。ここまでがだいたい3時間半ぐらい。まあ、撮影とか写真撮りながらゆっくりね、行きようけん。ペースは遅いと思うけどね。でも疲労感はね、そんなにないね。この前、あの、セフリの金山っていうところ登ったんやけど、そっちの方がなんかきつかったような気がするな。いや、やっと着きましたね。ああ、もう3時間半歩いて、やっと飲食店出てきました。ちょっと中で食べていいか、あの、アポ取りしてきますので、確認してきますね。今、結構時間的にも昼時で混んでるんですけど、OK でーす。よーし。店長めっちゃいい人。お腹いっぱいになりましたしね、降りましょうか。はい、お疲れ様です。登山口の方に戻ってきました。今日は中岳と高岳、阿蘇2つ登ってきましたけども、結構難易度は低いと思いますね。日本百名山なんですけど、あ、はい、がっつり整備されている登山道でしたので、しかも途中までね、観光で行けるという感じの道だったので、登りやすいんじゃないかなと思います。まあ、気軽に挑戦できる日本百名山ということで、皆さんも登ってみてください。ではまた。